皆さんこんにちは。今回は1枚で決まるワンピースのルックブックを撮っていきたいと思います。今月はたくさんアメリからワンピースだったりロンパースが発売しますので、ぜひご紹介したいと思います。では行ってみようとか言わなくて1体目です。ベアトップのロンパースになっております。生地がオーガンジーになっていたりとか、パンツ部分が割とこうワイドなシルエットになっているのがポイントです。透けてる部分分かりますね、がオーガンジーになっておりまして、で、あのベアトップなんですけど、一応ここですね、肩紐がついていて調整ができるようになっています。ウエストが結構こうキュッと入ってくれてるんですけど、まあ、腰から割とワイドなシルエットになっているので、スタイルがよく見えるっていうのと、なんとポケットがついております。私は大好きなポケットなんか片手を突っ込んでこうやって歩く癖があって、その癖があるので、ポケットあるとなんか安心します。ちょっとリップ入れたりとかできるんで。で、白だと、まあ、透け感気にされる方、まあ、いらっしゃると思うんですけど、心配はそこまでないかなと思いつつ、多少の透け感は出ると思うので、なるべく響かない色 の、 あのインナーを着ていただくのがおすすめです。こちらも可愛いですよね。こんな感じでゆったりします。生地の光沢の差っていうか、オーガンジーの部分とそうじゃない部分、差がね、分かりやすくて可愛いと。普段着でしたいなと思ったので、シンプルにゴールドのサンダル合わせてゴールドのバッグ持って留めてみました。髪染めてすごい似合いますね。髪は、はい、染めました。何色なんですか今は。アッシュベージュ。アッシュベージュ、初ブリーチだったので、最初から色を入れると色落ちした時がちょっとどうなるかわからないということで、ちょっと様子見で、はい、素敵な色にしていただきました。じゃあもっと明るくなるかもしれないですね。うん、おーし、ちょっと落ち着かせるかもしれないですし今すごい透明感のある綺麗な色にしてくれました。2体目です。カニみたい。はい、2体目のドレスはこちらです。ブロックチェック の、 あのアイラインシルエットのワンピースです。もうこれもあの1枚であの様になるワンピースなんですけど、特徴としては、まあ、アイラインのシルエットとこのね、大胆なブロックチェックの柄ですね。こちらがオリジナルジャガードの生地を使用してるんですけど、一部分をあのカットすることでフリンジを表現してます。このフリンジの部分分かりますか。ここをね、あのカットすることでこうフリンジを表現しているのと、この生地自体あのサマーニットなので、まあ、真夏でも涼しげに着ていただけます。で、ちょっとこう白いこの部分分かりますか。透け感があるので、はい、涼しくね着ていただけます。心配な、下着問題というか裏地問題なんですけど、これなんとドッキングで裏地があの生地についてるんですよ。心斎橋店限定のカラーになるんですけれども、裏地がここねついてるので下着の透けの心配はありません。後ろにスリットが入ってるんですけど、この下はね裏地がないのでこんな感じで着ていただけます。今私が着てる、ブロックチェックのこのドレスは人一色のみで、こちらのマルチストライプの方ですね、2色プラス限定カラーで、まあ、3色ご用意がございます。このネイビーとグリーンもね、すごい私検討会で見た時可愛いなと思っていて、でこれはこれでね使いやすい白黒のお色です。はい、誰推しですか。
でもさ、ブロックチェック着てみたらさ、うん、思いましたね、かわいいと思う。なんかハンガーにかけてあるより着た方がかわいい、うん、かわいいよね。しかもあのニットだから楽ちんです、着てて、うん、で全然あのアイラインでちょっと細身なんですけど伸びるし、めっちゃ楽。なんかシワにならなそうだから旅行とかにもめっちゃ良さそうですね、うんうん、そうですね。なんか旅先で着たいなと思いました、うん、低身長の方とかはこのストライプの縦のラインですっきり見えたりとかあると思うんですけど、迷ってますねこれ、はい、この2色も可愛いです。足元はちょっとカジュアルにペタンコと帽子サマーニット帽をかぶってみました。可愛い、そのベレー帽似合いますね。可愛いですよね、ベレー帽。あの鏡で見てた時に前髪どうみたいな話をしてたんですけど、まあでも、うん、ベレー帽も可愛いし、この靴もね、あの実はリバイバルで私これ買ったんですよ。履いてるうちに、まあ、履き崩してきちゃったんで、スタッフ人気がすごい高いサンダルで、でもう一回やってほしい、もう一回買い直したいっていう声がたくさん上がって、ゴールドとシルバーと2色また発売することになりました。なおさんがあの旅行行くとき絶対に持っててますよね。私も本当に夏こればっか履いてそう、ね、楽ちんすぎて、そう、しかも可愛いし、なんでこれは絶対買います。してくれるデザインになっているのと、実は腕を通すところがありまして、わかるかな、ここね、ここから腕を出してるんです。このボレロ自体にも肩紐がついているんですけど、その肩紐の取り外しができるので、私は今ボレロの肩紐はなしでつけてます。生地がジャガードになっておりまして、花柄なのがわかりますね。少しラメ感というか光沢感があるので、本当お形状にぴったりな生地感です。ドレス自体のシルエットもすごく綺麗で、スリットが入っているのもポイントです。あ、本当だ、結構シンプルな、シンプルな普段使いできそう、本当に。そうなんですよ、後ろはね、ギャザー入っているので割とゆとりがあります。上品なブルーのお色味もございます。なんて上品なんでしょう、ちょっとグレー味もあります、ね、うん、ここにパッドがついているのと滑り止めもついてます。なので、あの多分下着ね、いらない気がする。この色もすごく可愛い、まあ、黒とこちらのブルーの2色展開です。見てこれすごくない、しかも両サイドにちゃんとついてる。すごい、すごいです。あんまないですよね、オケドレスで。ないと思います。披露宴とかだとリップ塗りたくなっちゃう、そのご飯食べて、でも写真もよく撮るじゃないですか、披露宴って。確かに。だからポッケに1個リップ忍ばせてとかができるドレス、バッグもあんま大きいの持ち込めないです、ね、そうなんですよね、めちゃめちゃ便利です。こちらはですね、まあ、アメリならではと言っていい、
ケージョンシーンでも活躍するドレスです。こちらのドレス、なんと3ウェイになっております。まずはこの状態ですね。私が着ている中のキャミドレスにチュールを重ねた状態で着れるのと、このチュールは取り外しができますので、こういう感じでキャミドレスとして中にタンクだったり T シャツを合わせて着ていただくパターンと、こちら紐が2箇所ついてます。こことここで、内側のこちらの紐をタランと下げて、こっちもタランと下げて折り込んでいくんですね。でここで紐の長さを調整できるので、結構長く伸ばしていただくとサスペンダースカートみたいになります。よいしょ、サスペンダースカートみたいにしても着ていただくことができます。1、2、キャミドレスの3パターンお好みで着ていただけます。ジェルのアート自体も本当インクの顔料がこういうちょっとかすれた感じとか分かるようになっていて、しっかり色が乗っている大胆なドレスです。ここにグリーンが実はちょっと入ってます。このチュールもすごく柔らかくてふわっとしているので、歩くたびにこの揺れ感が、ね、出るのが可愛いポイントです。中のキャミワンフェイスはフレアなシルエットなので、本当まず締め付けがゼロで、すごく着やすいです。すごく軽い素材です。で透け感はね、そんなに気にしなくても大丈夫です。一応裏地がついております。このチュールが2枚重なってるこの感じもめっちゃ可愛くないですか。白がこんな感じです。チュールだけで着ても可愛いですし、チュールだけで着ても可愛いです。多めいね、確かに防衛目これだけでデニムとかね、合わせてもすごい可愛くて、カジュアルにも普段着にも落とし込めるし、オケージョン結婚式とかでも着ていただけるようなデザインにデザインしております。ラストです。5体目です。イエーイ、はい、5体目はこちらのじゃん、ボリュームたっぷりのワンピースをご紹介します。こちらのワンピースなんですけど、スーピマコットンっていう、素材綿を使用しているんですが、高級綿って言われてたりするんですけど、しなやかで柔らかい肌触りだったりとか、あと染色した時にムラなく綺麗に発色してくれるっていうのもポイントで、薄手の軽い生地を使用しております。ボイル素材っていうものらしいんですけど、子供服とかにもね使われたりしてるみたいです。こういう感じで本当に滑らかな肌触りで、透け感をねちょっと楽しめるようになってます。袖にはかなりたっぷりエアリーなボリューム感があるのがポイントです。でこのワンピー前後 2way で着ていただけるんですけど、私今この V 焼きボタンしていただくと、U ネックにもなるんですけど、ちょっと抜け感が欲しかったので、あえて第一のボタンは開けてます。こっちを前にして着ていただくこともできます。で何より着ていてめちゃめちゃ5色あるんですが、こちらのライムに関しては先行ご予約限定カラーということで、今回ちょっと一般発売はしません。よいしょ、いやー、こんなに黒と白と赤とブルー4色も展開がございます。普段のドレス、アメリのドレスより少し気持ち高い印象なんですけど、先ほど言ったように
素材、この生地自体がいいものを使っていて、結構高級麺って言われているものをこんなにたっぷり使用しているので、まあ納得のお値段かなと思います。何色が好きですか？白かわいい。白ね、白かわいいですよね。青着てみたいです。お、青、そう、青もこの発色、うん、すごいですよね。綺麗にパキッとブルーになっていて、まさに春夏にぴったりかなと思います。ゴムになってるんですけど、ゴムの窮屈感も全然ないので、とにかく着ていて楽ちん。体型も拾わないし、なんかすごい肌触り気持ちいいし、めちゃめちゃ可愛いパンティーです。1個言い忘れました。はい、なんか今日紹介するアイテム、ポケットが付いているものが多いです。これもね、両方にポケットが付いているんです。透け感のある生地なので、裏地もちゃんと付いております。ご安心ください。1枚で決まるワンピースやロンパース、お着ご紹介しました。いかがだったでしょうか？まあ、オケージョンだったりとか普段着でも使えるワンピースたくさんね、発売するので、ぜひぜひチェックしていただきたいです。では、さよなら。